ここにこうやって入れといたら、あれ入ってくれない。おんちゃん入ってよ。おはようございます。おんちゃんくん移動中。今何時かというと9時16分です。なんと2時間も散歩してきました、パパもママも2人でですね、お花を摘むという、ピクミンのね、なんか新しい展開というか発見があったんで、まあその詳しいことを言ってもしょうがないけど、面白がってですね、いっぱいいろんなとこ歩いてきました。多分1万2、3000ぐらい歩いてんじゃないかな今日は。まあ、だらだら歩いてるだけなのでそんな疲れてはないんだけど、健康になるよこれはきっと。ということでポンちゃん団子でした。そしてあ、ここか。ジャン君はお水です。ちょっと甘えて喜んだ先に水です。ジャン君、ジャン君、ジャン君、お届け物でーす。リンゴ、チョコブラウニー。おー、リンゴとチョコの違うわ。リンゴと蜂蜜だ。世にも美味しい割れチョコブラウニーだよ。世にも美味しいんだよ。好きやんけ。ねえ。こういうの好きやんけ。リンゴも美味しい。おちゃんと硬い感じの。立派なリンゴ。好きなタイプやんけ。これは大きいから富士で、こっちはちっちゃいこの。紅玉じゃない。こっちはなさそうだけど、なんかちょっと小ぶりな。これとこれとなんか種類が違いそうだよね。はい、はい、いただきました。どうもありがとうございます。なんかリンゴのいい匂いがするんですよ。そしてね、実はポンちゃんのお誕生日なので、そういうことですか。ポンちゃんのお誕生日にもらったのよ。よかったね、ポンちゃん。誕生日だよ。誕生日の20日の誕生日だよ、ポンちゃん。ここ乗らないかな。お誕生日おめでとう。あと何日だ、今日は10日だからあと10日。ポンちゃん、なんかするね、うちに。あ、開けよう。開けよう。ここに置いてからは開かないわ、片手だ。そうなんだよ、ポンちゃんの横で開けるのかなって思ってたら、うん、そしたら片手使ってた。じゃあ、なんかすごい立派。 あら、まあ、ポンちゃん、ほら、ポンちゃんいるよ、ほら、ここに。ポンちゃん、ポンちゃん、ちょっと光が、あら、ピンポンカンコンが鳴っちゃったけど。すごい、ポンちゃん。ちなみに12時の時報がこんな音で流れます。我が家です。町内放送が部屋の中で鳴っています。ほらほらほら、いい感じだよ。これがね、ちゃんとクーポンもこれについてたんだよ、ポンちゃんへ。すごいね、ポンちゃん。ちょっとここに置いておきましょう。めっちゃポンちゃんおしゃれにな、おしゃれな、あれ、ジャン君が似合ってる。おめでとう。ジャン君優しくしてくれてるな。ありがとう。舐めてくれてる。優しくしてくれてありがとう、ジャン君。ポンちゃん誕生日だから。どうもありがとうございます。じゃん、あら、かわいい、ポンちゃんかわいい。ポンちゃん入って入って、ここにここにこうやって入れといたら、あれ入ってくれない。ポンちゃん入ってよ。カリカリですか。